Android 2.3 等の対応でございますけど、やはりキーボードをつけて、やはりこの端末自身が、このライフタッチノート自身が、この Android 2.2 に最適な環境でご提供しております。そういう意味では、2.3 が必要かどうか、そういうことを考えた上で考えると、やはり 2.2 で最適に使っていただく環境を用意していると思いますので、現状のところでは 2.2 のままでお使いいただければというのが弊社の考えになります。このライフタッチノートということに関してはですね、今 2.2 ということでキーボードを引っ付けてそこでやっています。Android のプラットフォームはまさにおっしゃるようにどんどんバージョンアップされている中で、NEC 全体っていうふうに考えますと、当然その Android のバージョンアップについていきます。ついていく中で、その時点でその利用シーンを考えて、最適なですね、そのプラットフォームを作っていくということになるかと思います。当然ですね、その 2.3 あるいは 3.0 の対応もこれから順次やっていくというふうに、全体としては考えていただいていいと思います。でこのライフタッチノートに関しては、実は今の時点で我々は最適にチューニングしたんではないかと一応思っています。これは今後ですね、状況がいろいろ変わるかもしれませんけど、現時点ではですね、そのように我々捉えているということでございます。